はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。カイバセトです。さあ本日なんですが、ABC ドラゴンバスターという最強のモンスター皆さんはご存知でしょうか。これ使いたかったんだけどさ、ずっとちょっと OCC の方でなかなか手が出なくて組んでなかったんですけど、まあ、マスターの方では鬼ほど僕課金してるんでこのカード当たったんで作ってきました。 ABC ドラゴンバスターリミット1です。このモンスターね、どういうことを持ってるかっていうと、ABC を、除外捨てるとエクストラ的な特殊ができるよと。で、一ターンに一度手札を1枚捨てるとフィールドのカードを1枚除外できます。で、この効果は相手ターンでも発動できるということで、まあ、フリーチェーン。で、相手ターンにこのカードをリリースすると除外されている機械族、機械属性のモンスターを、ユニオンモンスターを3種類特殊ができるということで、クソ簡単に出てくるんですよ。ABC って。要は ABC を墓地に送ればいい、墓地に送るかフィールドに並べればいいから、これだけで、特殊ができるモンスターであって、で、しかも、こいつをリリースすると除外している ABC を、特殊ができるってことで、まあ、要は、分解と合体を結構簡単に繰り返すことができるっていうね。まあ、これリミット1なんで、このカード。その、結構難しい。要は、応用していくっていうか、何回も使い回すのは結構難しいんだけど、まあ、この辺のちょっと動きをね、今日は見せていきたいなというふうに思ってます。で、圧倒的1枚初動カードがユニオン格納庫ですね。展開はぜひね、対戦とか見ていただければなと思うんですけども、このユニオン格納庫があれば、妨害なければ、ドラゴンバスターまでは絶対に行く。っていう感じ。ドラゴンバスターも出るし、あと今回の、構築だと、サベージ。まあ、ハリラドンするんだけどさ、ハリラドンしてサベージを出すか、またはユニオンキャリアを使って、インフィニティと、ドラゴンバスターっていう盤面、どっちかはできる。まあ、上振れるとちなみにどっちもできる。上振れるとね。まあ、上振れ盤面はまたちょっと対戦とかやってるんで見ていただきたいんですけども、まあ、展開方法はちょっとここだとなくなっちゃうんで、まあ、採用カードを説明していきます。ジェットシンクロはハリーファイバーから出してくるようですね。これハリラドンしていくギミックなんで、でしかもこれ手札を一番捨てるっていう効果が偉くて、これを使ってその手札に持ってきた、ABC のどれかを墓地に送ってドラゴンバスターの除外するコストにしていくんで、まあ、これはジェットシンクロ絶対で、トルクチューンギア、これは、ユニオン格納庫から、ユニオンモンスターに装備してくるこのユニオンドライバーってやつがいて、ユニオンドライバーはこいつ除外してると好きなユニオンモンスターを装備できるんだけど、モンスターにこれトルクチューンギアを装備して、トルクチューンギアは装備解除すると特殊ができるんだけど、チューナーとして扱えるんですよ。これで、例えば B とトルクチューンギアでハリファイバーみたいな動きをしていくっていう感じですね。で、ユニオン格納庫で装備したモンスター直接は特殊召喚できないっていうね、効果を持ってるから、だから一回ねユニオンドライバーをかまわさないといけないっていう感じですね。なんでちょっとデッキのなんだろう、その枠がちょっと大きくなっちゃうっていう感じです。で、ゾージーとウララはあんまいいことねえな。で、オライオンも、まあ、オライオン、アウラドンをするためのモンスターなんで、まあ、2枚ですね。で、ヘイカンは、暴天候から、特殊召喚してくるモンスターなんですけども、こいつがいることによって、7シンクロにつなげられて、ライザーが出せるんですよ。で、ライザーで、ABC のどれか、足りねえやつを墓地で落とすっていう動きができるんで、そうすると ABC が出せるんでね。なんで、まあ、1枚入ってるっていう感じですね。で、ABC はまあ言わずもがなかな。A と B は強いけど、まあ、ちょっと C はあんま強くないから、まあ、2枚くらいでいいかなっていう感じ。B は初手に欲しい、正直。ユニオン格納庫めっちゃ1枚初動で、こいつ引けたら大体動けるんだけど、こいつない時って、まあ、一応、メールファクターズコマンドっていう、この、自分のフィールドの機械族にユニオンモンスター装備するっていうカード、一応あれば動けるんですよ。で、こいつがある時に B を装備するか A を装備するかで、なんか、なんとかなるから、だから A か B はどっちかがあればなんとかいけるんだけど、C は初動にはあんま絡まないんだよね。まあ、B か A だったらいいけど、C は別にいらんみたいな感じなんで、まあ、3-3-2でいいかなっていう。で、フォトンオービタルは、こいつはね、ユニオンキャリアから装備してくるモンスターなんですけど、装備解除するとギャラクシーモンスターを持ってこれるんですよね。だから、ギャラクシーソルジャーを持ってきて、ノバインフィニティをしていくために入ってます。ノバインフィニティ、は、要は手札にダブついている ABC を捨てながら、ノバインフィニティ出してドラゴンバスターができるんで、まあ、ドラゴンバスターとノバインフィニティができたりとか、あと、単純にこいつ素引きしても、まあ、一応ギャラクシーソルジャー持ってくるっていう効果あるから、ノバインフィニティくらいまでは繋がるじゃないですか。結構。なんで、まあ、3積みくらいかなって思ってるんだけど、正直ね、初動にはあんまなんないから、ちょっと、っていう感じかな、ここは。まあ、一応、
ギャラクシーストロジャーは光属性の機械族なんで、メールファクターズコマンドでなんか適当なモンスター装備してハリファイバーにつなげるとかはできるけどね。一応ね。で、ユニオンドライバーは、ユニオン格納庫から装備してくるカードなので、引いちゃうとちょっと弱いので、2枚かなっていう感じですね。で、テラフォーミングは、ユニオン格納庫をサーチしてくるよ。で、金万年研究のやつも、これはね、マジで、このカード引けないと話始まらないんですよ。このデッキ。マジでユニオン格納庫強すぎるから、これを引くために3積みっていう感じですね。で、エクストラ自分で除外するカードを選べるんで、展開に使わない、要はハリガノンギミックするんだったら、ユニオンキャリアとか、あとこの辺の、まあ、ブラックローズとか、デグレラーとかいらないんで、まあ、この辺は、まあ、いらないんだったら、まあ、除外しちゃってもいいかなっていうような感じで、まあ、6枚除外するコストとして、まあ、有用なのは、基本的に、まあ、手札によるけど、アークデクレアラー、月下リブラックローズ、それから、ダイガースタエメラルノバインフィニティユニオンキャリアくらいかな。あとトロイメアフェニックス、トロイメアユニコーンあたりも別にいらないっちゃいらない。まあ、この辺のカードを、除外しちゃって、まあ、全力でユニオン格納庫を引きに行ってハリダのギミックをかましに行くっていう、まあ、そういうね、動きをしていく感じですかね、基本的には。で、先行を取って制圧していくデッキなので、破壊の指名者とか、マサの指名者とかっていうカードが、ガン積みしてされていると。で、メルファーサーズやってさっきやったね。で、メタバースは、まあちょっと遅いけど、輸入格納庫を持ってこれるんで、まあ1枚一応入ってますっていう感じですね。で、エクストラデッキは展開に使うモンスターがほとんどなんだけど、基本理想盤面は展開、対戦とか見ていただければわかるんで、そっち見ていただくんですけども、ドラゴンバスターと、まあ、ドバインフィニティと、まあ、ハリファイバー、アウロラドン、サベージ、暴天候ライザーぐらいが必須ですかね、ユニオンキャリア。あとはまあ自由枠っちゃ自由枠みたいな感じです。早速ね、ABC ドラゴンバスターの史上最強展開をご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。格納庫来ちゃう格納庫来ただけでめっちゃテンション上がれるできていいよね。よし、よし、通る、中村通る。B、バスタードレイクを召喚。さあ、ユニオン格納庫の効果発動。ユニオン格納庫の効果により、B、バスタードレイクに、ユニオンモンスターをデッキから装備することができる。そして、ユニオンドライバーの効果発動。ユニオンドライバーの効果により、このカードをゲームから除外することにより、デッキからユニオン、カードを装備していたモンスターに装備することができる。そしてトルクチューンギアの効果と、トルクチューンギアの効果によりこのカードを特召喚。そして柔軟を含むモンスターに対でリンク召喚。結局ハリファイバーかーいって思ってる方、結局ハリファイバーです。はい、ハリファイバーをリンク召喚成功して効果発動。リンク召喚に成功した場合、デッキからレベル最下の柔軟モンスターを特召喚できる。ちなみにこうやってチェーン組むとハルラを一応食らないっていうね、そういう話はある。そして、B バスタードレイクを手札に加えれば、まあ、A 持ってるから B でいいかな。そしてハリファイバーの効果でもちろん手札からジェットシンクの弱まあしょうがないですね。で、機械族モンスター2体でリンク召喚。現れろ、プルーン、行け幻獣機アウローラドーン。で、アウロドンの効果とリンク召喚に成功した場合、トークンを3つ生成することができちゃうぜ。そしてアウローラドゥーンの効果発動をしていく。アウローラドゥーンの効果によってトフィルフィルジョのモンスターを2体でいいですし、デッキよりユニオンモンスター幻獣機オライオンを特殊召喚。そしてレベル3のトークンにレベル2のオライオンをチューニング、新規の召喚。現れろ、暴天候。そして暴天候の効果間違って発動しないようにしながら、オライオンの効果発動。オライオンの効果によってトークンをプッて生成していく。そしてレベル3のトークンにレベル5のオライオンをチューニング、シンクロ召喚。大式竜よ、その獰猛なる牙を銃弾に変え撃ち抜け、シンクロ召喚。バレルロード、サベージドラゴン。バレルロードサベージドラゴンの効果を J2 にすることによって、暴天候の効果に妨害を挟ませない。さあ、バレルロードサベージドラゴンの効果、墓地に存在する幻獣機アウロドンを装備することによってカウンターを3つポこのモンスターにポコッと置くことができる。ほい。そして暴天候の効果、地流星兵艦を特殊召喚。そして
墓地で存在するジェットシンクロンの効果発動。このジェットシンクロンの効果により手札から A を送りながらこのモンスターを特殊召喚。これね、送りたいんでジェットシンクロンの方があのいいです。あれ使ってる人あなんだっけ、文房具00万じゃなくてこのジェットシンクロンじゃないとダメです。送れないんで墓地に。でシューティングライザードラゴンを特殊召喚し、シューティングライザードラゴンの効果発動。シューティングライザードラゴンは、デッキから2位のモンスターは墓地を食ってレベルを下げるという効果、レベル下げる効果というか C を墓地に送る効果を持っている。そして墓地には ABC が揃っている。つまりこの ABC 全てをゲームから除外し究極ユニオン合体現れろ ABC ドラゴンバスター。このモンスターは手札を捨てると相手のカードを1枚除外するという効果を持っている。ちなみにこの効果は相手ターンでも発動することができる。最強最安堵強。これちなみに妨害数的には ABC の1妨害とサベージの1妨害とお前何してくれてんだてめえ。ざけんな。マジサイレントブーツ、あなるほど、サイレントブーツも除外しちゃったらいいんじゃんこれ。サイレントブーツも早いか。サイレントブーツの横に並んだ瞬間に除外したろ。緊急テレポーツ、あーうららだね。うららちゃんだね。これちなみに分解効果持ってるんですよドラゴンバスターは。あ墓穴か、まあ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 いいだろう、墓の OK。 分解効果持っててドラゴンバスターは除外されている ABC を読み戻すことができるんですよ。だから出てきた4とシューティングライザーの3で真空召喚してレベル7っていうっていうことができます一応ね。バロネス入ってたらライザーでバロネス456789101010、ああバロネス無理だね。ここもなんかだからブーツ除外したいんじゃないの、こんなもんな。ブーツはね墓地送るとマジでやべえことが起きるから、一旦に一度手札を押して相手のフィールド上のカードをゲームから除外するという効果を持っているぜ。ふいそして ABC ドラゴンバスターの効果発動。 ABC ドラゴンバスターの効果によりこのカードをリリースし、除外されている ABC を特殊召喚することができる。これによってまたシューティングライザーの効果が生きたってわけよ。あちなみにこれあれだな、クモグスいるからあれだったな、バロネス入ってたらバロネス立ったな。まあいいや。さあこれで、ユニオン格納庫の効果も発動していくぜ。ユニオンモンスターが特殊召喚に成功した場合フィードにユニオンモンスターに、デッキからユニオンカードを装備することができる。これによってまあ一回 B かな、 B かほらよ。さあまだ俺は月下流が控えているぜ。特殊召喚したモンスターをデッキに戻すという効果を持っている。月下流はおっとさすがに返せねってか幻影さんよ。よし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 メタバースの効果を発動。メタバースの効果によってユニオン格納庫2枚目を手札に加えさせてもらって発動しねえ、手札に加えるだけだ。そして相手の伏せカードを割ってから安全に動きゃいいだけやなとは。ふん、にゃんにゃんなんだっけ、除外された場合デッキもさ、ああいいよ別に、はいどうぞ。これでだな、ドローしていく。あ金券は今発動したくねえな、ダメージ半分になっちゃうのちょっと微妙だな。一旦踏みに行くよりもまず先にドローしていくスタイルね。まずは A 朝とかと C クラッシュワイバーンでオーバーレネットワーク構築、エクシー召喚ダイガスタエメラル。そしてダイガスタエメラルがリンク召喚成功した場合 B バスタードレイクが墓地にいたため B バスタードレイクの効果によって A アスタルトコアを手札に加えていく。そして恐るべきダイガスタエメラルの効果を発動。オーバーリミットを1つ使いなんと墓地のモンスターを3体まで選んで、デッキに戻すことができるのさ。そうつまり制限カードである ABC ドラゴンバスターをなんとデッキに戻すことができる。もう一回遊べるドン。もう一回遊べるドンだぜ。そして俺は今戻したハリーファイバーを再び出させてもらう。デュエル中2回ハリーファイバーを使える男。そしてハリーファイバーの効果を発動。リンク召喚に成功した場合デッキよりレベル3以下のチューナーモンスターを1体特殊召喚できる。さあ再び現れる幻獣機オライオン。そしてまずはあのバックを踏みに行くか。俺は、ハリファイバーと幻獣機オライオンでリンク召喚。さあお前のバッカなんだ。
ゆけトロイメアユニコーン、ユニコーンの効果発動チェーン1、そして、手札するボディで墓地に存在するオライオンの効果も発動していく。オライオンは墓地をくれた場合トークンを生み出すことができるぜ。ファントムフォックブレイド、なかなか強いカードがセットされていたようですね。今でも幻影いませんよね、確か、あの墓地に。つまり出てくることはねえってことですね。無効になったんでリンク召喚します。リンクさんのトロイメアユニコーンと、B バスタードレイクでリンク召喚、あらあらろ、アクセスコードトーカー、そしてアクセスコードトーカー、いや、B の効果をチェーン1にすることによって B の効果にチェーンを許さない。アクセスコードトーカーの効果、トロイメアユニコーンのリンクマーカーかける1000ポイントの打点をアップする。これでアクセスコールトーカーの攻撃力が5300、そして手札に加えるのはこの何でもいいわ、何でもいい、これ CD か A、まあ、どれでもいいわ。そして墓地に存在する ABC を全て紹介し再び現れろ、 ABC ドラゴンバスト2回目2回目、もう1回遊べるドンデッキきたこれ。つえいけ ABC ドラゴンバスターダイレイトアタック最強はユニオン格納庫引けたらもう最強なんですよ。ユニオン格納庫ゲー解説ありがとうございました。さあユニオン格納庫、あーいいねいいね、いいんじゃない、これ一回金券打つか、墓穴とかちょっと欲しいな。金券のコストちょっと難しいんだよな。まあ一応ハリファイバー展開できると想定して、まあ、一応3枚除外でいくんですけども、ああオッケーオッケーオッケー了解で、ですね、これはねハンド的にはまあ B バスタードレイクかな。まあユニオンかかる子最悪通んなかった時でもなんとかできるようにしておいた方がいいよね。こうかで、ユニオン格納庫発動、満を持して発動していく。言うはずねえな、誘発ねえわ、誘発ねえんだったらまあ耐えてるか。アサルトコア持ってくる、ここあれでしたね、ユニオンキャリア除外しちゃったんですけど、ユニオンキャリア残した方が良かったですね。あでも関係ねえか、オービタル来ちゃってるからあんま関係ねえな、オービタル来ちゃってるから関係ない、関係なくもないか。でもあの後からユニオン装備して ABC 墓地送るかもしれないもんな。ユニオンドライバー、まあこれはでも全部通りそうなんで大丈夫でしたけど、こっちはなんか金券のコストちょっとむずいですね。トルクチューンギアでしょ、でトルクチューンギアを特殊召喚、チューナーを含むモンスター2体リンク召喚、現れをクリストロンハリファイブ、そしてハリファイバーのリンク召喚成功時の効果を発動。ハリファイバーがリンク召喚に成功した場合、あってこれ待って、これなんかクソ強い盤面にできるかもしれないの。逆にこれさ、だってさギャラクシーストルジャーあるじゃん、ってことはだ、これインフィニティも立つな。さてはこれ、さてはこれインフィニティ立つ、これさてはインフィニティ立つな。これ史上最強盤面できるかもしれんわ。これでまあ特殊なジェットシンクでしょ、上振れる、すげえ超絶上振れ見せられるかもしれない。アリファイバーとジェットシンクロンか、ハリファイバーとジェットシンクロンでリンクショーガンで、アウロールドーンで、アウローラドーンの効果、そうアウローラドンの効果によって幻獣機トークンを3つ生成する。でビッグボス効果、ビッグボス効果で自分と、トークンリリースして幻獣機オライオンをデッキから特殊召喚、はい、で暴天候を出すだろ、で暴天候の効果間違って絶対使わないようにしてくださいねこれよくね使っちゃってね、あってなることあるんだよねなんか暴天候くんさ、これキャンセルで、暴天候の効果、なんかその流星を持ってくるっていう効果なんですけど、これ持ってきちゃうとデッキからリクルートするなくなっちゃうんで、僕のデッキレシピ上、まあ兵艦とか2枚入ってるんだったらまだギリギリ耐えるかもしれないけど、はい、でバレルロードサベージドラゴン効果をチェーンに、2にした方がいい。暴天候効果、バレルロードサベージドラゴンの効果、バレルロードサベージドラゴンの効果で装備していく
オライオン、あー、ちょっとアルラドンで暴天候効果変異感出してくれ。出たな。ね、このこれはねジェットシンクロンで蘇生するっしょ。これ何でもいいな。まあこれ一番使わないんでこれにしますか。でこうするでしょ。で7シンクロでこれなんか月下流でいいね。あの全部墓地遅れるからギャラクシーソルジャーでこれ月下流出すじゃん。はい、これ最強かもしれんわ。史上最強盤面できるわ。 ABC 史上最強盤面月下流ブラックローズ出していく。これ相手が特殊召喚レベル5以上のモンスター特殊召喚するとそいつをバウンスするっていうね効果を持っている。そして、ギャラクシーソルジャーを特殊召喚成功するとギャラクシーソルジャーを持ってくるという効果で、これでギャラクシーソルジャー持ってくる。でギャラクシーソルジャーで A 捨てる。これ最強じゃね。やばくね。サベージ月下流ドラゴンバスターサイバードラゴンインフィニティですよ。クソ強いんだよ。やばこのデッキ最強デッキできたわ。でこれでこいつも出していく。はいはいはい、うーい。強えクッソ強い、やばすぎ。こうしてこうですね。はいはいはい。でドラゴンバスター特殊召喚、ういバカ強え、バカ強えじゃんこのデッキ。最強か。何でも効果無効2回、ドラゴンバスターで1枚、除外1回バウンス1回ハーピーダンサーやるじゃん。ハーピーか、なるほどな。珍しいですね。ハーピーはなんだっけ、ハーピーの羽吹雪とかいうガチでやべえカードがあるから、まあ、そこだけちょっと注意って感じですね。羽吹雪がマジでやばい。分身か、まあ、分身無効にしてで展開止める。羽吹雪、インフィニティ羽吹雪はマジでやばい。これだけ通すともうなんか効果発動できなくなるんで、こっち実質ね、なんか発動した効果無効化されるみたいな、やばすぎるカード書いてあるんです。あれ、あのカードだけは許しちゃいけない。よーし、さあ展開止まったかな。まあ展開してくるようであれば、おっとセットセットいいんですか、そんなクソみたいなこと言って。ABC ドラゴンバスターの効果と手札を1枚捨てることによって相手のカードを1枚ゲームから除外していく。ほい、よーし、トラップトアリック OK ダウン。1回 ABC ドラゴンバスターで除外してたんですよ。はい、それ何ですか、その捨てカード何ですか。もらうね、ありがとう。クソ強いやんこのデッキ、やばすぎんこの盤面は。誰が勝てんねん。いけーダイレクトアタック、うん、ABC ドラゴンバスターキャノン。テテテレテレテテちょっとゴミです、ハンドが何もできませんでした、すいませんでした。やっぱね、ユニオン格納庫ゲーな感はやっぱすごいありますね。一応ビーバースタートレイクとこのメイルファクターズコマンドがあれば一応同じことはできるんだけど、ユニオン格納庫と一緒なことはできるんだけど、まあそれでもって感じだよね。やっぱユニオン格納庫1枚から入ってでの動きが一番綺麗だと思う。ただやっぱ3枚しかないからユニオン格納庫が、だからまあ1枚初動が3枚しかないと考えると、ちょっとまあテラフォーミングも含めて4枚かと思うと、ちょっとやっぱ初動札に何かあるよね。だからまあ最初はドラグマとか混ぜてもいいのかなと思ってましたね。ドラグマとかあとまあ OCC だと結構勇者とかと混ぜてる人が結構多いとは思うんだけど、 ABC ってやっぱそれなんでかっていうと初動札がちょっと若干少ないからっていうことなんだよね。ユニオン格納庫は明らかなの一番初動なんだけど、ユニオン格納庫通んなかった時に、まあ、メイルファクターズコマンド1枚では無理だから、まあ、その2枚コンボ以上になっちゃうんだよね。だからそういうことを考えると、まあなんか何らかの1枚初動カード、消化器を使わずに1枚初動で動けるカードのそのなんか出張パーツと合わせるのは結構いいかもしれない。あれね、要はドラクマとかがなんか
良さそうな気するけどな。サイバーとか、サイバーとかいいかもしれないね。このギャラクシーソルジャーを、まあ、無理なく進めるし、あとそれからなんだっけ、サイバードラゴンヘルツとかと相性いいから。あとまあ先行でも一応やることあるしね、インフィニティが立てるみたいなことあるから、だからね、サイバー ABC とかはありだと思う。結構、まあ、その辺のデッキもちょっと作ってみようかなとは思ってるんだけど、これなんだ、ロンゴミかな。ロンゴミアントっぽい動きしたらちょっとさすがに無理だから、サレンダーするわ、このハンドは。なんかレベル合ってるやつ大丈夫か。エンドフェーズ、え、そんな感じでエンドフェーズ終わりでいいの。え、マジ、なんか返せそうじゃねこれ。トラップトリックはあ、ギブアンドテイク、何それは。墓地のモンスターを特殊召喚する、俺のフィールドに特殊召喚するカード、ギブアンドテイク。え、これ何か送りつけられるぞ、これ。なんだこれ、何送れる。え、超魔神ノイド、え、超魔神イド、これ誰ですか。このカードカード面で破壊者墓地を描いてバイセンさんのデイズに発動する。このカードを手袋召喚で召喚し、このカード以外の自分のフィールド上のモンスターすべて破壊する。まあ、それは別にね、このカードがフィールド上に表し召喚する限り自分はモンスターを抽象召喚、判定召喚、特殊召喚できない。え、ドーマジンイドは自分のフィールドに1枚しか存在できない。え、出せないってことちょっと待って、ちょっと待って、やばくないこれえ、なんかやばいこと書いてんな、なんかラーの使徒みたいなこと書いてんな。ちょっと待ってくれ。いやでもね、回答札はあるじゃん。禁じられた一滴とかを引きたいんだ。つまりこのリリースするカードを引きたいのか。待ってくれ。どうすればいいんだ。俺一滴一枚ぐらい入れてた気がするんだよな。来い、奇跡起きろ。はいはいはい、終わったこれアドバンス召喚も多分できないんだよね。通常召喚できないのやばくないですか。ユニオンカカロークは持ってこれましたが、ユニオンカカロークは持ってこれたがえ、これ俺どうしたらいいのこれ。アサルトコアを持ってくる。え、これモンスターだ、何も出せないの、何も出せないんだこれ、やば、何このクソみたいなロッククソロックじゃん、こいつクソっちみたいな、何こいつ、やばこのデッキ最終的にアークリビルで殴ってくるのマジで迷惑じゃない。